今日は布のおままごとをね紹介したいと思います。たくさんありますので全部で2,4,6,7 7種類あるんですけども、早足で見ていきましょうかね。ちょっとひょっこりお人形さんの顔がね見えてますけど、こちらにペット用のカバンですよ。はい、出ておいでー。ちゃんとお洋服も着てね、かわいいでしょ。このお洋服もね、他にも種類があったんですけど、こちらを購入しました。でね、なんとなんと、ドレミファドレミソドレ、はい、かわいいでしょ。よしよし、あと尻尾をね、で鳴くんですよ。では次にこちら赤ちゃん、こちらねんねしてますね。はい、起きしましょう。赤ちゃんちゃんとねミルクとかお尻拭きもありますよ。そしてじゃじゃん、こちらねなんと病院ごっこができるんですね。こちらが看護婦さん、ちゃんとねナースキャップもつけていますよ。こちらには患者さんがいます。パジャマ着てますね。ではね、悪いとこないかもしもししましょうね。うん、大丈夫ですよ。お熱を測りましょう。うん、38度も熱がありますね。これはいけません。お注射チックンしますよ。チックンで、ちょっと痛いですけど、はい、お手手にね点滴をしましょう。ひえひえくんを待って、で点滴を外したら可愛いバンドエイドを貼ってあげましょう。包帯もありますよ。アイス枕で頭を冷やしてくださいね。はい、という感じで病院ごっこができますよ。こちらに参りましょう。鈴の音がするね。何が入ってるでしょうか。なんとなんとたくさん出てきますね。かわいいご飯がいっぱい入ってます。こちらなんと布のね、おもちゃっていいですよね。これが音がするのね。バナナもいただきます。パクリ。ここはねボタンになってるんですね。苦手なお野菜も食べられそう。今度はね巾着みたいなね感じで、はい、何が入ってるでしょうか。またバナナが入ってますねそしてこちらはお茶です。じゃじゃん、お弁当箱が入ってますよ。わーっと、おにぎりも2つ入ってる。こんな感じでございました。これはちょっとおしゃれなバッグですよ。ブラシ、そしてこれはリップですね。そしてアイシャ
ど。これね、パタパタパタ、ファンデーションですね。キラキラが可愛い。こんなネックレスもついてありましたね。では最後になりました、こちらはカバンですね。なんでしょうね。いちご。で、中を開けると、これはお財布になってますね。ちゃんとコインが入ってます。お札は入ってませんけど、ティッシュペーパーに定期券。リップですね。で、はい、こちらもパフでね、お化粧の足をしましょうね。はい、たくさん紹介しましたけども、布のおもちゃでした。今日はね、懐かしいですね。全部これまでね、動画内で使ってきたおもちゃなんですけど、改めて見ると可愛いですね。まだ続きます明日はね、木のおもちゃのおままごとセットをね、続々紹介したいと思います。今日はこの辺で。